天気になりました。松田ズームズームスタジアム広島です。セパ交流戦広島東洋カープ対千葉ロッテマリーンズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね、まあ、よく投打が噛み合ってますね。そうですよね。まずはカープの先発野村がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあマリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですがいかがですか。見逃して三振。バッターボックスは6番鈴木。カープこの回1点を入れています。さあ先制に成功してなおもその点差を広げていこうかというところです。レフトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁を回った。ボールは中継。さあランナーがホームに入ってきました。タッチはアウト。ツーアウトです。カープ追加点3対0。さらにチャンスは続きます。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。そうですね、綺麗に打ってますしいいバッティングですよね。またタイムリーヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。大きな打球があった。レフト下がっていく下がっていく。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁。今日はここまでマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを一塁に。ショートの左抜けました。一気にレフトへ。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。打席には6番バッター鈴木。今日はここまで猛打賞を記録しています。ツーアウトになっています。打った。大きな打球があった。さあどうだ。センター左のヒット。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ツーアウト。カープ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。リサ、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや、本当ですね。とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように、今日のゲームはカープが敗勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。